リトルダイアリーオブ2011っていうタイトルなので、2011年は確かにものすごい、ポッとバッとビーズ、ポッとバッとビーズ、音と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 ポッとバッとビーズ、大切な君のために特別な席を用意したんだ。コツコツと鳴るかかとの音で進むスピードはまだ速い。思わず震える指先で包み込む口元は片言。カビ臭いライダース、ごまかすように吐き出す白い息は蒸気のよう。肩で息して出しゃばる不思議な奴らもそろそろわかる頃。テクノロジー、昨日聞いた話、本当に昨日聞いた話、人類最大の発明は言葉なんじゃないかって。だからタイトル通り、おはようございます。1年かけて2011年、俺が思ったことを、正月元旦その日の初めてのおはようございます。皆さん、その中に入るより新しいおはようございます。おはようございます。プラカマラゲンよりも新しいおはようございます。オリジナルチャンピオンサウンドよりも新しい。行きたいところを見つけてはスイカに1000円チャージする毎日。欲しいものが山ほどある。一つのものを見つけては誰かのことを思い出す。憧れのあの人にはさ、きっと無数の友達がいて、その友達の誰かがさ、きっと自分の友達なんだ。ワクワクして夜も眠れないぜ。大抵のことは煙に巻く、色味は増して揺れる明かり。でも大切なことは煙に負けない。これから先も生きとし生けるもの皆カラフルで。
抜きのバランスを考える。勘弁してくれ、俺たち全然サボってねえから。ブレイク。こんなごとに移り変わる雲の行方は読むことなどできない。まるで今鼓動と話している俺の朗読、それは